今回はこちらのマシン、ミニ・ジョン・クーパーワークス・クラブマンでございます。このミニ・ジョン・クーパーワークス・クラブマンを1日試乗ということです。参ります。で、貸していただいたディーラーさんには感謝でございます。どうもありがとうございます。で、今回はこのミニ・ジョン・クーパーワークス・クラブマンで首都高湾岸線を行きまして、芝浦パーキングエリアまでどんな走りをするかちょっと試していこうと思います。で、ちなみにこのミニ・ジョン・クーパーワークス・クラブマンのエンジンはといいますと、直列4気筒 DOHC ツインターボでございまして、排気量が 1998cc、 馬力が306馬力でございます。で、これ AMG A35 とほぼ同じパワーを誇るということに僕は驚きを感じました。意外にミニすごいなーって思いました。いいエンジン音だな、ナッカーが。さてと。ああ、なるほどなるほど。これで変わるってことだな。ディスプレイは結構 BM の流れを組んでる感じだな。では、さて、次はとりあえず湾岸線を。芝浦まで。担当は。間違えた。ラジオはつけない。
さあ、どんな走りかな。なかなか。この加速は楽しい。300馬力台だよな。あ、白線と？なんだなんだ、一体。何故発煙筒を焚いている？そういうことか。ステアリング固めになってる。スポーツモードだと。なかなか楽しい車だね、このミニってのも。ジョン・クーパーワークスだから、モータースポーツのやっぱ流れ組んでるよな。ミニチャレンジっていうレースも実際あるし。
エンジンはあれか、2500回転キープか、6速で。あ、マジだ。オーシャンしちゃった。足回りも結構硬い、ミニも。このなんか程よい緊張感で走れるからな、それがなんかあれだな、いい感じだな。なんか混んでるのか今時間的に早い感はある。そろそろ真ん中に行きたいなと思うけど、この辺うねるな。
まあ雨になると結構混むってのはまあわかるが、他なんか原因あんのかな、混む原因が。待ってるか、しょうがない。ずっとこんな感じの流れでしょうね。おお せっかく車間距離空けて走ってんのには で、この料金所がなくなってなんかすげえすっきりした。とてもすっきり、なんかとてもすっきりした感じがする。15分、16分、芝浦 PA まで20分で行けるか。20分で。
遅いと帰って危ない。辰巳行かないようにしようかな。登るね、坂。よく曲がるね。20分ちょっと。晴れてればなぁ、いかったんだけどなぁ。会いに行くのは雨模様だもんな。ご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならばチャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ、登録。みんな待ってますよ。